はい、おはようございます。今日もですね、糖質オフのメニューを食べながら食レポしたいと思います。代表と言います。よろしくお願いします。早速、朝食のご紹介なんですけども、4月の22日ですね、糖質が 21.1g でカロリーが 639kcal です。はい。で、最初の一品目なんですけども、ブロッコリーとエリンギのシーザーサラダ。まあ、こちらエリンギをサラダ菜に変えてます。私がエリンギが苦手なんでサラダ菜に交換してますね。はい。で、こちらの糖質が 6.1 で、カロリーが 143kcal と。はい。こちら非常に美味しいんですけども、特徴としてはですね、ハムとかマヨネーズを使ってて、まあ、それがすごく美味しいソースで味付けしてるっていう、非常におすすめの一品なんですけども、はい。これで1人前ですね。結構量ありますね。はい。すごいですね。たっぷり、お皿にたっぷりです。はい。これがブロッコリーですね。はい。で、これがハム。ハムが入ってますね。で、表面の、この、色がついてる白い感じが、まあ、シーザーサラダになるということですね。はい。早速いただきたいと思います。美味しそう。美味しい。ああ、美味しい、これ。めちゃくちゃ美味しい。全部美味しい。ハムもブロッコリーも、そのシーザーサラダかかってるとこも全部美味しい。マヨネーズ感が結構あって、ブロッコリーとの相性がやばいっすね。めちゃくちゃいいっす。で、ブロッコリーが歯ごたえがいいじゃないですか。だから食べた感じ、お腹は結構膨れる感じもあるし、味もすごいしっかりしてるんで、結構これ下手したらメイン級ですよ。これ主食としていけるぐらいちょっとお腹いっぱいになりますね。全然止まる気配がないですもん。うまっ。これはいいっすよ。めちゃくちゃうまい。あー、味濃いな、いいな、これ最高っす。はい。で、次の一品ですね、ツナとニラのチヂミ。糖質が 4.3g でカロリーが 196kcal ですね。こちらの特徴としては、まあニラが入ってますよってことと、卵がたっぷり入ってて、まあふわふわですよっていう感じ、食感がね、っていう感じですね。はい、こちらです。これで1人前ですね。はい。この緑色のとこがニラですね、完全に。はい。で、卵がそこの一緒にかかってるっていう感じです。はい。いただきます。ちょっとね、1分ぐらい温めたんですけどね。はい。うまい。そんなにね、甘くはないですね。ニラがね、結構シャキシャキするんで、結構歯ごたえがいいですね。おかげで。卵だけだとほら結構柔らかいじゃないですか。ね、ニラが入ることで結構歯ごたえが追加されるんで、結構食感としては、楽しめるかもしれないですね。おいしい。結構ほら、カロリーも取れるんで、結構エネルギー補給にいいかもしれないですね。はい。そういう意味でも。非常に美味しいです。はい。ですね、今日のレシピの方のご紹介なんですけども、ブロッコリーとエリンギのシーザーサラダ。はい、こちらですね。こちらの美味しいシーザーサラダ。こちらの方が、はい、決定版すぐ痩せ糖質オフの楽うまレシピ150に載っております。はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、次ですね。ツナとニラのチヂミ。はい、今いただきました。こちらのチヂミですね。美味しいチヂミですね。こちらの方が、はい、組み合わせ自由自在作り置き糖質オフおかず302になっております。はい、チェックしてみてください。はい。で、他のメニューもね、一応ご紹介させていただきますね。キャベツが 250g と玉ねぎドレッシング 15cc、で、これでカロリーが60 50から60、糖質が 8.4 ですね。はい。
で今日はちょっと朝なんでちょっと少なめですけども、ゆで卵1個、ハーフベーコンが、36.5、まあ、ハーフマヨネーズで、これで130から140キロカロリーで糖質が 0.8 ぐらいですかね。0.8 ぐらい。はい。あとは豆乳ヨーグルト100グラムと、これが糖質 1.4 ですね。で、糖質、カロリーが、30ぐらい。あとはペプシ生ゼロです。はい。で最後にね、体重の方をご紹介させていただくと、今日の朝で測った時に体重 74.8 キロ。74キロより下がりました。はい。3月31日から 1.4 キロ減と。まあ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 って感じで。まあ結構休みの日は、こう落ちやすいんですよね、体重が。朝のんびりできるんで。うん。それはあるんですけど。で、体重 185.5 キロ、最大 185.5 キロから 110.7 キロ減ということで、まあ、順調に落ちております。はい。というわけでね、今日の予定としては、この後筋トレして、お買い物に行って、まあ、楽しく一日過ごさせていただこうかなと思ってるんですけど、毎日ね、こうやって美味しいものを食べさせてもらって、非常に食事が楽しいので、皆さんもね、糖質オフでもいいし、じゃなくてもいいんで、食事をね、楽しめる、食生活をしていただければ幸いです。はい。というわけで、今日も、ご紹介させていただきました。明日も YouTube 投稿させていただきますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。いただきます。